バイエルン、君日にゴールなど7発対象で公式戦7連勝。ボーフム FW アザノタクマはベンチ外分でスリーガ第5節が18日に行われ、2バイエルン、ミュンヘンと14にボーフムが対戦した。バイエルンハロベルト、レバンドフスキ、トーマス、ミュラー、ヨシユアキミヒ、レオン5列から主力選手が先発。負傷中のアザノタクマは引き続きベンチ外となった。 17分、リロイサネが見事な直接 FK を沈め、バイエルンが先制に成功する。27分、ニハサネのクロスから、君ヒがワントラップから右足でシュート。DF に当たりながらもゴールに吸い込まれ、バイエルンがリードを広げる。32分にはミュラのスルーパスに抜け出したセルジーニャブリが右足で3点目。この日はいくつかの決定機を外していたが、今回は確実に沈めてみせた。 さらに43分には DF と GK の連携ミスによってバイエルンの4点目が決まり、前半で勝敗の数勢が決する。後半に入ってもバイエルンのペースは変わらない。61分、右サイドからサネが折り返すと、最後はレバンドフスキが押し込んで、52レバンドフスキは今季7ゴール目となった。65分にはクロスをゴレツカが折り返すと、 君ひが流し込み6点目が決まる。レバンドフスキサネ。君ひラ主力を下げて、時間を使うバイエルン。すると79分。途中出場の FW エリック、マキシム、チュポモテイングが7点目を上げて、リードを広げる。結局、7-0のまま終了し、バイエルンが公式戦7連勝を達成。今気破分で3が開幕戦を除き、すべての試合で勝利している。